邪魔フリーズボロ山本真理です。8月7日より立秋に入ります。暦上は秋に入るということですが、まだ夏の天気が続きそうです。世界中で異常気象のようですが、少しでも過ごしやすい日が多いといいですね。ではお知らせに入ります。アメリカ疾病予防管理センター CDC が発表した最新のデータによると、コロナの感染がアメリカの大部分で増加しており、特にテネシー州を含む39の州と地域で感染拡大が見られています。 CDC によりますと、5月以降 KP2 と KP3 の症例が増加しており、6月22日から7月6日までの2週間を見ますと、アメリカ国内での主要亜種は KP3 で感染者の 31.3% を占めています。また、テネシー州保健局によりますと、6月27日に新たに53人のコロナ患者が州内で報告されています。現在 CDC は KP3 に固有の症状があるかについては明らかにしておりませんが、以前に流行した JN1 に類似しているだろうということです。罹患しないようにご注意ください。次の知らせです。6月後半のお知らせで、西ナイルウイルスに感染した蚊がナッシュビルで採取されたとお知らせしましたが、テネシー州を含む7つの州ですでに人への感染が確認されており、重症化する人も出てきているということです。アメリカ疾病予防管理センター CDC によりますと、西ナイルウイルスに感染したと診断された9名のうち、5人が髄膜炎や脳炎などの病気を発症し、神経侵症性疾患を引き起こしています。通常西ナイルに感染してもほとんどの人は発病しないのですが、60歳以上の高齢者や免疫の低下している人、そして特定の持病を持つ人は重症化する可能性が高く、回復には数ヶ月かかることもあり、合併症の中には永続的なものや重症の場合には死亡することもあるということです。西ナイルウイルスは予測不可能で、毎年異なる傾向にあり、今年は西ナイルウイルスが例年よりも少し早い時期から見られています。現在西ナイルには治療法もワクチンもないため、蚊に刺されないようにすることが重要で、長袖と長ズボンを着用し、 D とピカリジンオイル、レモンユーカリ、パラメンタンジオール配合の虫除け剤を使用するように CDC は呼びかけています。ただし、最後の2つの成分は3歳未満の子どもには推奨されていないのでご注意ください。ご存知の通り、蚊が媒介する病気は西ナイルだけではなく、 CDC は6月にアメリカ国内でのデング熱のリスクが高まっているとも警告しています。専門家は、現在世の中にはたくさんの病気が蔓延している、普通の風邪だけではなく、インフルエンザ、溶連菌感染症、 RSV やコロナなどが増えている、6月中旬から何らかのウイルスが常時停滞しているようだと警告しています。この夏、蚊によって媒介されるウイルスだけではなく、その他のウイルスにも気をつけてお過ごしください。次の知らせです。ナッシュビル国際空港 BNA の新しいサービスについてです。7月1日より航空券を持っていなくても、ゲートでご家族や友人に会ったり、空港内のレストランを訪れたり、店舗で買い物をしたりすることができるようになりました。ナッシュビル国際空港 BNA は、運輸保安庁 TSA と協力し、航空券を持たないゲストがセキュリティチェックポイント、保安検査場を越えて、空港内の飲食店や小売店を利用できる新しいサービス、BNA パスポートを開始しています。このサービスをご利用になる際は、チケットを持っている旅行客同様に TSA のセキュリティチェックと手荷物検査を受けます。1日75名限定で、大人の同伴がない限り18歳未満はご利用になれません。また利用できるのは祝日を問わず、毎日午前8時から午後8時までとなりますが、利用者が多い時期にはパスポートプログラムを中止する可能性があるとのことです。ご利用になる際には、ネット上での事前の申し込みが必要となります。申請が許可された場合には、訪問希望日の深夜0時過ぎに E メールで通知が届きますので、その通知を持って空港内のインフォメーションデスクに行き、通過証をもらってからセキュリティに向かってください。申し込みや詳細は BNA パスポートと検索するか、空港のウェブサイトをご確認ください。次の知らせです。
2022年にメディカルセンターパークウェイとゲートウェイブルーバードの近くの20エーカーの土地の敷20エーカー以上の敷地に屋外のコンサート施設を作るというプロジェクトが始まったのですが、先月初旬に建設が中止され、遂行されないことが報じられました。当初は4500人を収容し、レストランと独立したアコースティック会場も併設する予定となっていたのですが、予定の2023年6月になっても着工されず、町が期日を延長して融通を図ったのですが、最近になって計画の大幅変更の申請が行われたため、開発業者がマーフリーズボル市との開発協定に定められた条件を満たすことができないことが判明し、計画が流れたとのことです。周辺の道路拡張工事はそのまま継続されます。マフリズブロ市長は、私たちはこのプロジェクトに大きな期待を寄せていましたが、残念ながら開発協定で合意された内容が大幅に変更されました。マフリズブロ市はこの土地の開発において同様の経済効果をもたらすような官民連携の機会を引き続き模索していきます。市議会はすでにメディカルセンターパークへのインフラ整備を承認しており、今はその完成を心待ちにしていますとコメントしています。次の知らせです。テネシー州ハイウェイパトロールの事故データに基づいた2019年から2023年までのテネシー州におけるスピード違反関連の事故件数を調べたところ、ラダフォード郡は州内の事故の多い郡1位にランクインされています。今年はすでにスピード違反による交通事故死が1件、衝突事故が282件起きています。ちなみに昨年はスピード違反による事故で5名が死亡しています。州全体を見ますと、今年はすでにスピード違反による衝突事故は591件、そのうち85件が死亡事故につながっており、スピード違反はほぼ1日おきに1人の死者を出す要因にもなっているとのことです。運転の払い方が多いようですのでお気をつけください。それからスピード違反の罰金についてですが、スクールゾーンでのスピード違反は約260ドルの罰金、工事現場でのスピード違反は約380ドルの罰金となります。失礼しました。お知らせは以上です。暑い日が続いております。昨年は全米で熱中症により2300人以上が死亡しているということです。今年はもっと多いのではと予想されております。嵐が通り過ぎ、雨が降る日が増えていますが、相変わらず暑い日が続いております。どうぞご注意ください。では失礼いたします。こんにちは。マフリーズボロ山本まりでした。ごきげんよう。